いや大丈夫ですよ、もうガンガン吉尾さん喋ってください。自分が出しゃばると、あの吉尾さんのファンの実況の方から賢人次長なんて言われますんでね。さあ出てきましたよ。さあ早くも因縁の2人がぶつかります。シモンダ・ホンダ VS 推しのの戦いがすでに繰り広げられている。サガット対ベガ、この組み合わせもウィキなんかのダイアグラムでは結構絶望的な組み合わせなんて言われているんですが、それでもね、全然おっと前に出ていく。後ろから仲間の熱い声が飛んでくる。こすれアパカ出せばいいよと。ベガタワー投げを通して、コバ投げてって EX ヘッドプレスさせていった。シモンダ・ホンダやる、このとこやる。ハイキックを刺して一本先制していた。ラウンド2、まずはいきなり前にダッシュしていって投げを通す。アーパーが空振ったところにもう一回投げ、ここから EX ヘッドプレス裏に回って、あっと壊しコパンからのアーパーが出なかったか。壊し、お互いちょっと大会の独特の空気で緊張しているのか。壊しからのコンボが若干ミスっている。ハイキック手配刺さって後ろ、ここから投げて、壊しコパン、アーパーか、しっかり泣き叫べ。これはさすがにガードしていた。最後アッパーガット、セービング仲間なんだとセービングだと仲間から、おいゲージ2個もったいねえだろなんて声が出る。いや、皆さん後ろにいらっしゃる皆さん、仲間ですからね、仲間なんで。とはいえこれでセットカウント1-1、押しているのはどちらか。タイガーパーカと空振りにハイキックセービングの白ゲージ美味しいです。ダブル2を刺してって、大 K 中 P 肘で入っていく。キエウセロは入らない。ローキックガードしていて、そこからベガタワー画面端、もう一度そのまま着地し投げ、ああ蹴りが入った。これでシモンダ・ホンダ2人抜きになりますね。なんと因縁の対決、チシモンダ・ホンダ VS 推しの軍団のこのリーダー対決を制したのはチシモンダ・ホンダだった。さあ自分は背びを結構使うのにね、相手の背びをすかしたり出し投げしたりで、かなりセービング関連の駆け引きがずれてるなるほどいう感じを受けましたね。素晴らしい戦いですね。それでうまくそれこで読み勝って画面端に行って得意なしという感じで、かなり試合作りもうまいという印象です。ゲームメイクがかなりうまいと、この